髪の毛よし、メイクもよし、うん、身だしなみはバッチリ。ちゃんとしないと先輩に叱られちゃうからな。さ、ちょっと早いけど出勤してゆっくり準備を。でね、ちょっと聞いてちょうだい、バニルさん。バニルさん？あんなところに。うん、どうしたのだ、何かお困りごとかな。カラスは先日追い払ったが。それが今度はカラスじゃないのよ、もっと不気味なやつなの。バニル様、あー、朝からお姿を拝めるなんて今日はいい日になりそう。あのね、最近コウモリがたくさん現れて気味悪いのよ。血を吸われたりしたら大変じゃない？この町の近くに住み着いてるんじゃないかって噂でね。バニルさん、なんとかしてくれないかしら。なんとかしたいのは山々ではあるが、今は店が忙しくてな。まったくポンコツ店主に少しでも任せた我が輩がバカだった。とか言っちゃって、いつの間にかちゃっかり解決しちゃうのよね。うん、今回も期待してるわ、バニルさん、よろしく頼むわね。あの人たち、バニル様に対してなんて強引な。今は忙しいっておっしゃっているのに。あれ、これってもしかしてバニル様のお役に立つチャンスでは。とりあえず今は退散して、お昼休みまでお待ちください、バニル様。とりあえず出勤。はあ、どうして私が張り切って仕入れをした時に限って売れ行きが悪いのでしょうか。こんなに素敵な商品なのに。その自信、一体どこから来るんですか。ほえー、お客さんいつの間にって、サキュバスさん。あ、もしかしてお買い物ですか。実は今日入荷したばかりの新商品がありまして。結構です。それよりバニル様はいらっしゃいますか。いらっしゃることにはいらっしゃるのですが、今日はなぜだか一段と気が立っていまして。あなたが仕入れた新商品が原因なんじゃ。とりあえずバニル様を呼んでいただけますか。わかりました。バニルさん、お客さんですよ。はい、いらっしゃい。なんだ、ちっこいのではないか。何の用だ。はい、ちっこいのです。私、バニル様のお役に立ちたくて参りました。サキュバスがどうやって我が輩の役に立つというのだ。実は私、朝の井戸端会議を聞いたんです。それで、お忙しいバニル様に代わって私がコウモリ退治をしてみせます。報酬も手柄もいりません。その言葉に嘘偽りはないと見えるが、果たして何時のようなちっこいサキバスがコウモリの大群と渡り合えるのか。そこはなんとかします。だから、うん、では少々未来を見通してみるとしよう。これはこれは。どうでした。うん、任せてみるのが吉と出た。よかろう、やってみるがいい。はい、頑張ります。でも本当にサキュバスさんお一人で大丈夫ですか。無理をしなくてもそのうち討伐クエストが組まれるのでは。何を言うのだ、ポンコツ店主。これはお互いにとって良い契約であるのだぞ。我が輩はご近所付き合いがよりスムーズになり、ちっこいのは我が輩の役に立てるのだ。ええ、バニル様のお役に立てるなんて、こんなに光栄なことはありませんから。そうですか。悪魔にもいろいろあるのですね。それで、バニル様、
少々おこがましいのですが、お願いがありまして。なんだ、今さら報酬をねだっても。そんなんじゃありません。もしコウモリを討伐できたら、その少しだけでいいので私を褒めてください。お聞きしたいことがあるのですが。おや、なんだか見慣れない子ですね。もしかしてお父さんかお母さんを探しに来たのかな。違います。見た目で判断しないでください。冒険者としてここに来たんです。あら、私としたことがてっきり迷子かと。すみません、改めまして冒険者ギルドへようこそ。それで聞きたいことというのは何でしょうか。町の周辺にコウモリが住み着いて町の人たちが困っていると聞いたのですが、討伐依頼はもう出されていますか。いえ、まだ出ていませんね。やった、これはチャンスね。それでしたら私が討伐依頼を出してもいいですか。そしてその依頼、私が自分で受けたいんです。ご自身で依頼を発注して、ご自身で依頼を受注。お願いします。手数料はかかったけど、これで冒険者たちに先に退治される心配はなくなったかな。けど非力な私一人じゃコウモリの群れとの戦闘は無理。それにサキュバスだってバレないようにしないと。難しいなぁ。おいおい、どうしたんだよ、接客中にため息なんかついて。すみません、ちょっと考え事してました。なんだなんだ、悩み事か。発育のことなら俺たちは気にしないぞ。断じて違いますから。まったくデリカシーのない人ですね。悪い悪い、うちのパーティーは女っ気がないからな、こういうところで発散したくもなるってもんだ。ん？パーティー？はっ！おいおい、リーンがかわいそうだろ。リーンはこう、なんか違うんだよな。その点いいよな、お前のパーティーは。すみません、お二人ともそういえば冒険者でしたよね。今更だな、逆に何だと思ってたんだよ。パンツ脱がせまとチンピラとか。パンツ脱がせまは職業じゃない。というか俺はパンツ脱がせまじゃない。すみません、そんな冒険者のお二人にお願いしたいことがありまして。お願い？なんだ一体。私と一緒にコウモリの討伐クエストを受けてください。クエストか、いつも世話になってるから協力したいのは山々だけど、今は懐もあったかいし無理していく気分じゃないな。だな、俺たちはいい夢を見に来たんだ、クエストに行きたいわけじゃねえよ。そんなさて、夢のアンケートも書いたし、そろそろ行くか。今日はとんでもねえシチュエーションにしたからな。夜が楽しみだぜ。待ってください、お二人とも。何度言われても嫌なものは嫌だ、俺たちはそういう気分じゃないんだって。報酬は半額サービス券5倍です、いかがでしょう。ぜひお供させてください。ありがとうございます、そう言ってくださると思ってました。でもいいのか、5回分って結構な額になると思うんだが。そこまでして行きたいクエストなんだな。はい、私にとって大事な大事なクエストなんです。
なのでよろしくお願いしますよ。おお、俺たちに任せとけ。で、ちょっと待て。何かご不満でしたか？5枚のサービス券が2人分ってことは計10枚だろ。これってどっちか1人が行けばそいつが全部もらえるんじゃ。そうだダスト、特に意味はないがじゃんけんしないか。お前そうやってサービス券独り占めする気だろ。許せねえ、表に出やがれ。お前こそとんでもないこと思いつきやがって。上等だ、どっちがクエストに行くか決着つけるぞ。あの、さすがに一人10枚は行っちゃった。本当にあの人たちでよかったのかな。今さら不安になってきちゃった。よし、クエストに行く前に二人の実力を調べてみよう。おい、しばらくクエストは休むんじゃなかったのか？しかもなんでよりによって一撃瞬殺グマなんだよ。ダークネスのリクエストです。さ、文句言ってないで歩いてください。ったく、こっちは近々またクエストに行かなきゃいけないってのに。お、なんだ、他にクエストに行く予定でもあったのか？まあたまにはな。というか今日はアクアが妙に静かだな。悪魔臭いわ。どこか近くにいるような。さっきからずっと言ってますね。悪魔の匂いなんて私には分かりませんが。今はそれより一撃瞬殺グマだ。奮戦むなしく、あの鋭い爪で鎧も服も切り裂かれることを想像するだけで引いてくれ。おい、ダックネス、一人で行くなって。赤、めぐみ、あいつを追うぞ。ねえ、本当に悪魔が。で、ちょっと待っててば。行ったかな。あの青い髪の人、悪魔の気配に気づいてるみたいだったし、用心しなきゃ。このままバレないように尾行して、カズマさんの実力この目で確かめさせてもらいます。さあ来い、一撃瞬殺グマ。貴様の一撃、私が受け止めてみせよう。ダクネス、そのままクマを引きつけてろ。アクアはメグミンを守りつつサポートだ。カズマ、私は爆裂魔法は撃っていいんですか？まだだ、タイミングが重要だからむやみに撃つなよ。おお、カズマさんが指示役で輝いてる。もしかして意外とできる人なのでは？これ、青い髪の人がこっちに来る？おい、アクア、お前何してんだ？持ち場に戻れ！やっぱり気のせいじゃないわ。この辺り、悪魔臭がプンプンするわね。女神としては、クマより先に悪魔をしばくべきだと思うの。安心しなさい、綺麗に浄化させちゃうから。ひぃー、カズマ、ダクネスが笑顔で混沌したせいでクマがこっちに向かってくるのですか？撃っていいですか？撃ちますよ。落ち着け女神、今損撃で足止めするから。撃てません、行きます。ちょーほー、エクスプロージョン。カズマ、カズマ、まだ怖くて目が開けられないのですが、クマはどうなりましたか？もう大丈夫ですか？うん、クマは森と一緒に蒸発した。目を開けてごらん、一面の焼け野原だよ。こんなに立派なクレーターができちゃって、
また修繕費用請求されそう。危なかったわ。それにしてもスン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 、やっぱりまだ悪魔臭がするわね。どこに隠れているのかしら。一撃瞬殺グマ、見事だった。またあの重い一撃を食らってみたいものだ。死ぬかと思った。カズマさん、意外と苦労してるんだな。本人はなかなかできる人みたいだし、何かあっても頼れるかな。さて、次はダストさん。正直不安しかないけど、このスバ、あー、めんどくせえ。少しはやる気出しなさいよ。これはあんたのためでもあるんだから。一匹でも多くジャイアントトードを倒して、少しでも多く借金を返しなさい。なんで金ってなくなるんだろうな。俺なんもしてないのに。よくそんなこと言えるな。昨日うちの店で結構な額を払ってたのに。しっかりした人と一緒にいるからか、より一層クズになってる気が。見つけた。ラスト、行くわよ。あ、任せた。ちょっとしっかりしなさいって。こっちはあんたのためを思ってクエスト受けてんのよ。少しは協力する態度ってもんを見せなさいよ。だからクズって言われるの、分かってる？おい、分かった分かったから後ろ。は？何よ後ろって。いやー、やめて、私おいしくないから。うっ、あ、いや、あ、リン、おい大丈夫かよ。これはもう悲惨すぎて見てられない。ダストさんはダメだ。丁重にお断りを。いやだ、もうヌメヌメだし変な匂い。あれ、リンさんの声。ジャイアントトードが倒れてる！いつの間に！というか、ダストさんがこれを？お前、ヌメヌメになっても色気ねえな。ふぅ。早く帰ろうぜ。ちょっとダスト、助けてくれたのは感謝するけど、置いてかないでよ。よくわからないけど、ダストさんも戦力になるかも。お二人とも作戦会議にお集まりいただきありがとうございます。が、なぜこんな街中で。仕方ないだろ、あの店で長居すると結構高くつくんだから。人通りが多いし、逆に目立たなくていいだろう。まあ、お二人とも理由はごもっともですね。ではここで会議を始めましょう。私たちはいわゆる寄せ集め急増パーティーです。なので役割分担が大事だと思うんです。なるほど。それでどんな風に割り振るんだ。カズマさんは後方で主に指示役、ダストさんは前衛でひたすら戦ってください。おう、サービス券のためだ、任せとけ。お前は何するんだ。私はできることがあるかわからないので応援してます。おい、だって戦闘なんてほぼ初心者ですし、仕方ないじゃないですか。いや、でも応援してるだけとか邪魔なだけだろう。
さすがになんかやること見つけて。何してんのよ、こんなところで。リーン、やべえ。何がやばいのよ。その女の子は？こいつのことか。その俺の新しい女だ。ちょうどカズマに紹介してたんだよ。その子なんか嫌がってない？今度は何したのよ、詳しく聞かせなさい。いや、あ、そのこいつはだな。まずい、このままじゃ。ダストのやつ、いらんこと口走るに決まってる。カズマさん、ここは一つだな。ダスト、聞いてるの？人に言えないようなことしてるんじゃないでしょうね。あの実は私、先ほどからこの人に脅迫されてるんです。は？デートしてくれなきゃ変な噂をバレまくって。嫌だって言ってもずっとついてくるんです。私本当に怖くて。うわあ。カズマ、本当なの？ああ、たまたま通りかかった俺が止めても言うことを聞かなくてな。そろそろ警察を呼ぼうかと。ちょっと待て、お前ら仲間を裏切る気かよ。リーン、お前は俺を信じてくれるよな？俺は何もしてない。あんたってほんと最低。あんなに泣いてる子を前にそんな嘘が通じると思ってるの？リーン、こいつのことは俺が責任を持って警察に突き出しておく。だからこの場は引いてくれないか？わかったわ。そこの女の子、ごめんね、このバカが。あなたも気の済むまで殴ってやって構わないから。じゃあカズマ、あとは任せるわね。待ってくれよリーン、俺はこいつらにはめられたんだ。もう見えなくなりましたね。一件落着です。どこも落着してねえよ、ふざけんなよてめえら。仕方ないだろ、あのままだとお前は口を割ってたんだから。そうなったらアクセルの男たち全員の危機だ。だからって俺を見捨てんなよ。ったく、こんな薄情な奴らに協力すんじゃなかったぜ。すみません、ですが事情が事情なので、お詫びにサービス券を追加しますので、どうか。え、いいのか？え、ラッキー。この切り替えの速さ、やっぱダメだこいつ。気を取り直してギルドで情報収集しましょう。そろそろコウモリの住処が特定できているかもしれません。この巣場。すみません、以前お話ししたコウモリの件ですが。はい、なんとか住処を特定できましたよ。どうやら荒野を抜けた先の森を根城にしているようです。ありがとうございます。早速行ってきますね。お気をつけて。ただ、三剣さんがすでにコウモリ退治に向かったというお話を耳にしました。町の人が困っているのを見かねたとかで、もしかしたらもう討伐してくださっているかも。なんておせっかいなことを。私が討伐しなきゃ意味ないんです。そうなんですか？すみません、事情がよくわからないのですが。お姉さん、ありがとうございました。さあ、こうしてはいられません。カズマさん、ダストさん、出発しますよ。ああ、もちろんだ。ミツルギたちに負けてらんねえぜ。いってらっしゃいませ。カズマさんもダストさんもなぜあんなにやる気なんでしょう。お二人とも、ちょっと待ってください。休憩し
分賞。おいおい、さすがにバテるの早すぎないか？さっき小休止したばっかりだろ。だってサキュバスは全力で走ることなんてほとんどありませんから。でも急がねえと三剣のやつがコウモリ倒しちまうぞ。ここまで来たら俺たちだって後に引けないしな。さ、コウモリの住処まであとちょっとだ。頑張れ。カズマさんまで、お二人とも。サービス券が欲しいだけですよね。もちろん。なんて元気な人たち。でも確かに私だって諦めるわけにはいきません。行きましょうお二人とも。なんとしてでも私たちがコウモリを倒すんです。さて、住処はこの辺りのはずですが。おい見ろ、あれは。倒しても倒してもキリがない。みんな、親玉を見つけるんだ。お、嫌がった。まだ倒しきれてはいねえみたいだな。よかった。しかし、あいつが手間取るなんて相当数が多いんだな。まだ親玉を見つけていないのだと思います。親玉を倒せば群れは散ると聞きましたから。そういうことか。だがあいつのことだ。ほっといたらすぐに親玉見つけて倒しちまうぞ。だからなんとか足止めしなきゃいけないんだが、残念ながら真正面から渡り合う実力は俺たちにはない。あの僭越ながら私に案が。親玉はまだ見つからないか。雑魚の数が多すぎる。だあ、お困りのようだな。乗り継ぎ三剣だって、佐藤一馬、なぜここに。なぜって、お前らの手伝いに来てやったんだよ。ありがたく思えよ。一体どういう風の吹き回しだ。いつものように何か悪だくみしてるんじゃないのか。そう疑うなって。本当に手伝うつもりだ。夢の中でな。スリープ。なんだ。これでしばらくは夢の中です。カズマさんが注意を引いてくれたおかげで、スムーズに魔法をかけることができました。ナイスだ、ロリーさん。しかも、サキュバスが使うスリープだ。効き目は抜群だろうな。だな。使い方次第じゃ、その辺の冒険者なんて目じゃないぜ。やるじゃねえか。そうでしょうか。ありがとうございます。さてと、ミツルギはなんとかなったし、あとはコウモリの討伐だな。あ、スリープかけ直しとこ。なんだか鬱蒼としてきたな。でかっ！そしてめちゃくちゃ怖い！多分、あいつが親玉だな。食いつかれたら、あっという間に血を吸い尽くされて干からびちゃいますよ。気づかれたか。ひー、こんなやつ相手にすんのかよ。ひるむんじゃねえ兄弟。俺たちには掴むべきものがあるだろう。そうだ、俺たちが戦う理由はただ一つ。サービス券のために。はあ、なんとかなったな。お二人とも、お疲れ様です。やりました。コウモリ、倒せちゃいましたよ。
喜ぶのはいいけどよ、早めにずらかろうぜ。起きた剣に何言われるかわかんねえしな。確かに反撃でもされたら勝ち目ないしな。積もる話は町に戻ってからだ。ここまで来れば大丈夫でしょう。剣さんたちが追ってくる様子もありません。さて、お二人とも、この度は本当にお世話になりました。おう、こちらこそありがとな。それで例のブツは？見るからにそわそわしてますね。では今お渡ししちゃいましょう。こちらお店の半額サービス券になります。カズマさんは5枚、ダストさんはお詫びも込めて6枚です。くー、やったな兄弟。しばらくはお安くいい夢見放題。ああ、リーンにぶたれたのも全てはこのサービス券のため。どんな夢見ちゃおっかな。もう使った時のことを考えてるんですね。正直お二人がこんなに頼りになるとは思わなかったです。とても楽しかったですし、そのまた何かあったら私と一緒にクエストに行ってください。もちろんだ、お前はもう冒険者仲間の一員なんだからな。いつでも声かけてくれよ、待ってるぞ。ダストさん、カズマさん、本当にありがとうございました。ではまた。このスバ、あれから残業続きで何日か経っちゃったけど、今日はようやくバニル様にご報告ができる。討伐後にルナさんに頼み込んでクエストはなかったことにしてもらえたし、今頃って、あれ、あのおばさんたち。ねえ、最近コウモリいなくなったじゃない。あれ、誰かがクエストを通さず解決したみたいなの。やだ、それってもしかしなくてもバニルさんじゃない。忙しいなんて言いながらやってくれるわね。うーん、さすがご近所の味方よね。はあ、まったく、うちの亭主もあれくらい働いてくれればいいのに。ほんとよね、うちの旦那とバニルさんを取り替えたいくらいだわ。うん、うん、狙い通りバニル様の評判が上がってる。バニル様、褒めてくれるかな。お邪魔します。バニル様、いらっしゃいますか。はらっしゃい。おや、ちっこいのか。こたびはご苦労だったな。いいえ、崇高なるバニル様のためですから。町でもバニル様が活躍したって評判になってました。うん、これでご近所付き合いがさらに円滑になるというもの。あくまでも人望が厚いに越したことはない。バニル様、それでですが、あの約束の。おお、そうであった。褒めればよいのだな。うん、普段あまり他人を評価することはないのだが、まあよくやったのではないか。仲間と共によくぞクエストを果たした。これでよいか。なんてありがたいお言葉、光栄の極みです。私、頑張った甲斐がありました。それと褒めついでに助言を送ろう。何時はこれから忙しくなるであろう。体は何よりの資本、気をつけるのだぞ。私の体調も気遣っていただけるなんて、感激です。それでは張り切って今日も出勤してきます。
ニル様、バニル様はいらっしゃいますか？おお、来たか来たか。どうだ、我が輩の助言通りになったであろう。はい、見事にその通りです。まさかサービス券を渡した二人があんな頻度で通い詰めてくるなんて。しかもサキバス使いが荒いし、もう体ボロボロですよ。どれだけいい夢見たいんですか、あの人たちは。男とはそういう生き物なのだ。特にあの二人に関してはな、甘く見ていたな、ちっこいのよ。どうしてあんなにサービス券渡しちゃったんだろう。今はもう後悔しかありません。悪魔の抱く悪感情、珍味であるが美味である。